までは諦めねえ。荷物持ちの代価に荷物全部持ってく人がいますか。これはな、盗んだわけじゃねえぞ。俺はおめでたいお貴族様に世間のエグさを親切にも享受してやろうと。おや、というわけでお客様をお連れしました。どうも。探したぜ、血まなこになって。さあ、教えられてやろうじゃねえか。あんたの剣の奥義、秘奥義、余すところなく。で、お前ら何なんだ。セルピコ、ひざまずきなさい。何の真似だ。黒い剣士殿、どうか私どもを旅の一行にお加えください。私は知りたいのです。私の姿、秩序を超えた真実を。そして学びたいのです。秩序の巧妙なき闇の中でも生き抜く術を。どうかお導きください。何言ってんかよくわかんねえ。ダメダメ、お帰り。貴族ってのはどうしてこう仰々しいんだ。好きにしな。邪魔にならない限り俺は口出ししねえ。ただ明日にあんた後悔してるかもしれないぜ。俺たちと行くってことはもう眠れる夜は来ないってことだからな。この俺が初めて赤の他人に期待してる。自分のまがまがしさに戦慄してる。それでガッツの兄ちゃん、これからどこに行くんだ。ああ、街道を抜けて港町に向かう。みんな、俺様についてこい。大丈夫かよ。だって連中だぜ。あんなどでかい剣を。てめえにかまってる暇はねえんだ。なんだあいつら。どうやらこの街道沿いはお化けさんでいっぱいのようですね。くっ、腕が鳴るぜ。お前には無理だ。ウルヘ。数だけは多いな。このままでは数に圧倒されそうです。俺一人ならなんとかなるが、一旦引くぞ。キャスカさんとファルネーゼ様を連れてここを突破するのは難しいですね。メアン。ガッツさん、個別に撃破してはどうでしょう。この辺り
たくさんいそうですし、少しでも数を減らしてから改めて突破どうです？ああ、いいぜ。んで、パック、明暗ってのは？もちろん、ピカリンと同じ。嘘つき。目標発見！どうする？蹴散らすぜ！ここら一帯に大きな傭兵団があったんですかね。さあな。もしそうだとしたら、やっぱり大将さんっていますよね。来るぞ。奴らの装備、あれは傭兵だな。死体に魔が取り付いたか。お亡くなりになっても大変ですね。いい迷惑だぜ。この血やったどもか。エルフ次元流のサビだな、サビ。見てるだけじゃねえか。行くぜ。お前が大将か。これでしまいにしな。幸先よく旅を始めるってわけにはいかないようですね。俺と一緒に旅をするってことは、こういう連中をかき分けて進むってことだぜ。なんなんだよこいつら。死んでも死にきれねえって。生きにえ、生きにえ。うちゃうちゃ出てきやがった。邪魔なやつら。力だけはあるじゃねえか。死に損ないが。さすがガッツの引き出すぜ。あの大砲邪魔だぜ。いつまでも兵隊ごっこに付き合ってられねえぜ。油断したぜ。大砲がうるせえ。先に黙らせた方が話が早いぞ。今こそエルフ次元流の出番か。
なんとかなるもんですね。のんびりしてる暇はねえ。行くぞ。エルフヘルムへゴー。エル…まあいいか。出発。海に出たけりゃ峠を越えるとええ。ありがとうよ。気をつけなされ。なんだか最近わけのわからんものの話をやたらに耳にするようになった。なんだよじいさん、山賊でも出るってのか。山賊？人間じゃねえ、トロールだよ。